こんにちは、かよです。今日は私がたくさんの韓国スキンケアを使ってきた中で本当に気に入って何度もリピ買いしている人生スキンケアベスト5を紹介したいと思います。特にお肌にトラブルができた時やニキビができた時などは必ずと言っていいほど使っているお守りアイテムたちばかりです。韓国スキンケアどれがいいかわからないという方はぜひ参考にしていただけると嬉しいです。こちらのチャンネルでは韓国のスキンケアやコスメなどを中心に紹介しております。私が実際に韓国に住みながら今韓国で本当に人気のあるアイテムを中心に正直にレビューをしています。韓国スキンケアやコスメに興味がある方は今のうちにチャンネル登録していただいて一緒にいろいろな韓国スキンケアやコスメを試していきましょう。では早速始めていきます。まず第5位はこちらです。エチュードハウススンジョンパンテソサイドシカバームです。スンジョンシリーズは敏感肌の方でも使える低刺激シリーズとなっていて韓国内でも本当に人気のあるアイテムです。弱酸性となっていてお肌に優しいのも嬉しいポイントです。ファヘのクリーム部門では現在30位、口コミ評価は 4.19 となっています。テクスチャーは少し柔らかめのワセリンっぽい軟膏タイプとなっています。スルスルと伸びて馴染んだ後は軟膏ならではの膜を覆った感はありますが重たさやベタつきなどはないので保湿の最後の仕上げとして乾燥の季節かなり愛用しているクリームです。こちらの気に入っているポイントは1つ目、成分が優しいところです。ファヘの成分表を見ても20種類の注意成分やアレルギー誘発成分が一切含まれていないので安心して使うことができます。2つ目はテクスチャーが軟膏タイプのところです。高保湿のクリームやシカクリームでもスルッとした柔らかい軟膏系のクリームをなかなか探すことができなかったんですけれどもこちらはテクスチャーも本当に私の好みで朝までしっとりと潤いを逃がさずなおかつお肌を鎮静保湿してくれるのもとても気に入っています。3つ目はお値段です。40ミリ入って1700円程度なので負担なくたっぷりと使えるところも気に入っています。お肌がボロボロに荒れた時などは日中でも部分的に重ね塗りをしておくとお肌の治りが本当に早くなるので私のお守り的シカクリームとなります。続いて第4位はこちら、ビープレーン緑豆弱酸性クレンジングフォームとなります。ビープレーンは韓国でも最近人気急上昇中のスキンケアブランドとなっていて特に敏感肌の方から絶大な人気を得ているブランドとなります。個人的にビープレーンのアイテム本当に全部大好きでこちらの動画内でもトナーとかアンプルなども以前紹介させていただいたんですけれども私は本当にビープレーン信者でほぼ全部のアイテムを溺愛しています。そのくらい製品力が高いので自信を持っておすすめできるスキンケアブランドです。ファヘのクレンジングフォーム部門では現在第1位、口コミ評価は 4.33 と本当に高評価です。テクスチャーは柔らかめのクリームのようなタイプで緑豆の色となっています。細かいスクラブのような粒が入っているのですがお肌に全く刺激となりません。弱酸性洗顔フォームは泡立ちが悪いのが多いのですがこちらに関しては弱酸性洗顔フォームの中では割と泡立ちもいい方です。香りも緑豆のいい香りがほのかにあります。こちらの気に入っている点は1つ目、お肌に優しいという点です。ファヘの肌タイプ別成分を見ると脂性肌、乾燥肌、敏感肌全てのお肌タイプの方におすすめの成分が含まれていてアレルギー誘発成分も一切含まれていないところが安心して使えるポイントです。2つ目はこちらを使ってからニキビが治った、そしてできづらいお肌となったという点です。今までは割と洗顔難民でこれと思える洗顔に出会っていなくてなんとなく買って使っていたんですけれども洗顔をこれに変えてからホルモンバランスなどによるニキビが本当に減った感じがあって根本的にニキビができづらいお肌になってきました。3つ目は洗浄力がある点です。普段は日中日焼け止めだけ塗ることが多いんですけれども日焼け止め程度だったら1回の洗顔で本当に綺麗に落とすことができます。弱酸性で成分も優しいのに洗浄力はしっかりとあるという点も気に入っています。お肌がボロボロの時も刺激なく使えてお肌を健康な状態に取り戻してくれるのでもうこれは本当に手放せない洗顔フォームです。続いて第3位はこちら、 CNP プロポリスエナジーアンプルとなります。こちらは CNP の中でも一番人気の美容液となります。名前の通りプロポリスが配合されていてお肌の保湿、弾力、ツヤの効果が他の美容液と比べて格段に高いのを実感しています。ファヘの美容液部門では現在第13位、口コミ評価は 4.12 と高評価です。テクスチャーはトロッとしたオイルのようなタイプとなっています。少量でもすごく伸びてお肌になじませた後はお肌の弾力、ツヤ、張り感がとても生まれます。
こちらの気に入っている点は、1つ目、翌日のお肌が変わるという点です。いろいろな韓国の美容液を使っているんですけれども、お肌が変わるのをすぐに実感したのは、一番はこちらの美容液だと思います。一番最初にこちらの美容液を使った時に、翌日の張りと弾力がすごく出ていたのに、本当に感動したのを覚えています。保湿力が高くて、内側からぎっしりと潤いが詰まったようなお肌となり、パーンと張りも生まれるので、お肌に元気がないなという時は、お守りのようにこちらのアンプルを使っています。短所としては、15mm で2500円と少しお値段が高いという点です。でも本当にお値段の価値ありな美容液だと思います。美容液はいろいろお肌の状態に合わせて毎日使い分けてるんですけれども、こちらはアンチエイジング効果が高いのと、お肌の張りや弾力などの速効性を感じることができるので、これは本当にもうないと困る美容液の一つです。続いて第2位はこちら、ドクター G レッドブレミッシュクリアスージングクリームです。ドクター G はこちらのクリームを最初に使って一気に大ファンとなった私的に最高の水分クリームです。5種類の歯科成分が入っているので、鎮静をしながらもプルプルの水分でしっかりと保湿もできます。ファヘのクリーム部門では現在7位、口コミ評価は 4.22 と高評価です。テクスチャーは緩めのジェルタイプとなります。少量で本当に伸びがよく、ベタつきや重たさが一切ないので、クリームのベタベタ感が苦手な方にも本当におすすめの水分クリームです。さっぱりとした使用感なので、朝のメイク前や男性のスキンケアにもおすすめです。こちらの気に入っている点は、1つ目、成分が優しい点です。ファヘの成分構成を見ても、注意成分やアレルギー誘発成分が一切含まれていないので、安心して使えます。2つ目に、プルンプルンのテクスチャーです。乾燥肌なんですけれども、夏場や朝は少しさっぱりしたテクスチャーで、保湿力の高いクリームを探していたところ、まさにこれがぴったりで、私の好みの使用感だったので、本当に気に入って使っています。お肌がボロボロの時は、スリーピングパックのように本当にたっぷりと分厚く塗って寝ると、朝プルンプルンのもちもちのお肌に復活するので、もうこれは本当にないと困る水分クリームです。これからの乾燥の季節でも一時保湿クリームとして塗ってあげて、その後クリームでしっかりと保湿をしてあげるように使っても、お肌の調子が本当に良くなるので、大好きな水分クリームです。最後に第1位はこちら、ビープレーンシカフルアンプルです。ビープレーンは先ほど緑豆弱酸性クレンジングフォームを紹介した同じブランドとなります。日本ではまだまだ有名ではないブランドかもしれないんですけれども、個人的にはビープレーンのアイテムなら外れはないと思うぐらい溺愛しているブランドです。シカフルアンプルは以前の動画でも何度か紹介させていただいたんですけれども、とりあえず本当に1本持っていて損はない美容液です。もうこちら2本使い切って、今3本目を注文しているところなんですけれども、たくさんの美容液がある中でも CNP のアンプルとビープレーンのシカフルアンプルはないと本当に困る美容液です。こちらは鎮静効果のあるツボクサ抽出物が 84% 含まれていて、ニキビができたりお肌がボロボロになった時は、これを数日間使えば私のお肌は本当に元に戻るので、お守り的アイテムな美容液です。ファエの美容液部門では現在第4位、口コミ評価は11,013件中 4.30 と、口コミ数が本当に多いにもかかわらずこの高評価なので、韓国内でも絶大な人気を得ているのがお分かりだと思います。テクスチャーはサラッとしながらも少しとろみがあるタイプです。伸びもよく、馴染んだ後はお肌がふっくらもちもちとなります。ベタつき感もないので、お肌の調子が悪い時は多めの量を使ってお肌になじませています。こちらの気に入っている点は、1つ目、とにかくニキビやお肌トラブルに効果的な点です。私はニキビが本当にしょっちゅうできたり、敏感肌なので合わない化粧品とかを使うと赤みが出たり、お肌がボロボロになってしまうんですけれども、数日間シカフルアンプルを使いながら徹底保湿をすると、本当にすぐ元に戻るので、もう絶対的に信頼している美容液です。2つ目は優しい成分です。こちらも注意成分やアレルギー誘発成分を含んでいないので、敏感肌の私でも安心して使うことができます。3つ目は価格です。こちらの 30mm で2300円程度と、お値段もそんなに高くないので負担なく続けることができて、肌荒れの時とかの予備美容液としてもストックしておくのも負担がないかなと思います。お肌トラブルやニキビ、季節の変わり目でお肌の調子が良くないという方に、ぜひぜひおすすめしたい美容液です。ここまで私のリピ買い人生コスメベスト5を紹介させていただきました。本当に大好きすぎるアイテムだけを集めたので、少し熱く語ってしまいました。皆様の今この韓国コスメがお気に入り、リピ買いしているというアイテムがもしありましたら、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。私の今後の購入や動画レビューの参考とさせていただければと思います。こちらの動画が参考になりましたら、高評価ボタン押していただけると、次の動画を作るモチベーションとなります。いつも最後までご覧いただきましてありがとうございます。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。
バイバイ。